1890年代のインディアン順州とオクラホマ順州インディアン順州はアメリカ合衆国が割り当てたインディアン民族を定住させるための土地を指すアメリカ市場の用語インディアンカントリーインディアンテリトリーインディアン特別保護区とも言われる現在のアメリカ合衆国におけるビア管理下の保留地とは意味が異なり主に歴史上インディアンが 強制的に移住された西部の土地を指す場合が多い。準州という呼び方は、大文字 T で始まるテリトリーに対して当てた日本語だが、実際には合衆国東部の人が入植地を意味する、編入された地域とは、対照的に、これらのインディアンの土地の定められた当初は、未編入の地域であったため、準州よりも、領地が適切である。一般的な境界は、1834年の、 インディアンインターコース法で定められた。インディアン順州は白人の入植地をアパラチア山脈の東側の横領地に制限したイギリスの1763年宣言に期限を発する。インディアン順州はイギリス統治下で減少し、さらにアメリカ独立戦争後にはミシシッピ側以西の土地を含むのみになった。アメリカ独立戦争の時点で多くのインディアン部族は イギリスとの長年にわたる関係があり、アメリカの反乱者とは関係があまり発展しなかった。イギリスの敗北の後、アメリカは二度オハイオカントリーに侵入し、二度とも敗れた。彼らは最終的に1794年のフォールン、ティンバーズの戦いにおいて、インディアン連合を打ち破り、現在のオハイオ州のほとんどと、現在のインディアナ州の一部、 現在のシカゴとデトロイトのある場所をアメリカ合衆国に割上し、インディアンを西部へ追い払うグリーンビル条約を課した。インディアン準州は19世紀初めのアメリカ大統領によって断続的に打ち出され、1830年のインディアン移住法の可決の後にアンドリュー・ジャクソン大統領によって積極的に打ち出されたインディアン移住の民族浄化政策のための目的地として活用された。 南東部の通称、文明化語部族は、涙の道として知られる移住を強いられることになる、インディアン移住政策によって、最も被害を受けた部族であった。涙の道は、現在のアーカンソー州とクラホマ州で終わり、そこではすでに白人、逃亡奴隷、同じく強制的に、インディアン巡州に強制移住させられた、デラウェア族、シャイアン族、 アパッチ族などの他の多くの部族が住まわされていた。文明化後部族はタルサ、アードモア、ターレクア、マスコギその他の町を作り、これらは後に州の大都市になった。彼らはまたオクラホーマ州に黒人奴隷を連れてきて州の黒人人口を増やした。西部のフロンティア消滅後、最後に残った白人にとって手つかずの土地であるインディアン巡州には徐々に 白人投資家や農民らによる入植圧力が高まり、インディアン戦争の終結後はこれに抵抗する力は、諸部族には残っていなかった。スーナーと呼ばれる抜け駆け入植者が後を絶たなかったほか、1889年から1890年代にかけて各部族の多くが連邦条約を打ち切られ、彼らの土地は入植者に公式に解放されて、白人入植者による 大規模なランドラッシュが起こった。やがて、インディアンジュン州は徐々に現在のオクラホマ州にまで減少し、そして1890年のオクラホマジュン州の成立とともに領域の東半分にまで減少した。インディアンジュン州の公民は1905年にセコイア州としてが衆国に加わろうとしたが、しかし、当時、西部に セコイアとオクラホマの二つも新しい州はいらないと考えた議会と政権に拒否された。そして公民は合衆国に単一の州として加入しようとして1907年11月にオクラホマ州が州制として始まったことでインディアン巡州は消滅した。現在でも多くのインディアンが特にオクラホマ州東部に保留地を領有しており連邦規定によって 独自の部族政府を持っている。ありがとうございます。